イ・ゴミョンさんです。どうぞ、お帰りください。ではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では早速ですが、皆さんに自己紹介とご挨拶をお願いしたいと思うんですが、ジフンさんからよろしいですか。ね、皆さん、こんにちは。こんにちは。イジュンです。はい、皆さん、こんにちは。イジュンと申します。ね、ありがとうございます。このインタビュー、シンクリュー、夜の明けで、キントンゼロなんだ。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。今回、ミュージカルインタビューでシンクレア役を務めます、キム・ソンジェと申します。よろしくお願いいたします。이사과를일본말로열심히연습했는데、앞에서다들한국말로하네요。ここですね、皆さんへのご挨拶のことを日本語で一生懸命準備してきたんですが、さっきは韓国語で話しましたね。韓国語で話しました。ですから僕も韓国語で話したいと思います。안녕하세요。이번뮤지컬인터뷰에서유진킴역할을맡은이관병이라고합니다。감사합니다。皆さん、こんにちは。今回ミュージカルインタビューにおきまして、ユジンキムという役を演じます、イ・ゴンミョンと申します。よろしくお願いいたします。네실은이제싱클레어모든역할이긴하지만이제총다섯가지의인격체를가진다섯인물을연기하고있습니다네참이어린시절 네정말이어린시절우리로서는굉장히상상하기힘든그런학대를받은그한소년이이제자기가어떤그런학대로부터이제스스로살아남고자자기스스로를약간주관내그런좀어렵고도좀이렇게슬픈사연을가지고있는그런캐릭터를맡았는데네뭐보신분들겠지만굉장히여러가지메시지를줄수있는작품이고네그런역할을맡았습니다네열심히하겠습니다はい、今回の作品におきましては、シンクレアという役を演じます。このシンクレアという人物の中には、実は5人の人格を持っている人物で、言ってみれば5人を演じるというふうにも表現できると思います。このシンクレアは子供の頃、虐待を受けたそんな少年です。そんな虐待の環境の中で、なんとか自分で生き残っていくために、非常に厳しい、悲しい状況にありながら生き抜いていくという、状況を抱えた人物です。ですから、皆さん、この作品をすでにご覧になった方もいらっしゃるかとは思いますが、いろいろなメッセージを持っている、そんな作品になります。一生懸命に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。유진킴이라는캐릭터는진실을쫓는남자입니다먼저유진킴이라는남자입니다진실을追い求める男입니다연쇄살인에대한진실을쫓고있고요그리고그여러가지인격체를가진싱클레어라는인물의그진실을쫓고있고요거기다가해리성정체장애라는정신질환에대한진실까지쫓고있는그런인물이죠その真実を追っているんですが、まずは連続殺人の真実を追っています。そして多重人格者であるシンクレアの真実を追っている。そしてもう一つは、解離性多重人格症という精神疾患の真実をも追っている、そんな男です。그리고또하나재미있는것은유진킴이바라보는시선이싱클레어를바라보는유진킴의시선이급사관객여러분들의시선과비슷할겁니다과연왜이인물이그런살인을저지르게됐으며그런다중인격을소유하게됐는지관찰하는저의시선과관객여러분들이보는그시선이아주흡사할것같아서여러분들은저의시선으로이싱클레어본인을관찰하게될것입니다
もう一つとても面白いこと、興味深いことなんですが、僕が演じるユシン・キムという人物が持つ視線は、言ってみれば観客の皆さんの視線と重なるところがあります。なぜこの人物はこんな殺人を起こしてしまったのか、どうして多重人格を抱えることになったのか、それを観察するこのキムの視線というのが、観客の皆さんの持つ視線に非常に似ているところがあります。ですから実際に僕が演じる友人キムが持つ視線は、観客の皆さんがお持ちになるその視線になることだろうと思います。はい、ありがとうございます。それぞれ詳しく役どころでお話しいただきました。さあ続いてはジュンさんに伺いますね。今回新しくこのカンパニーに合流となりましたが、出演を決定した理由とこの公演に挑む이 작품이 한국에서 처음 올라갔을 때 많은 관객들과 또 관계자분들에게 굉장히 좋은 작품이 나왔다는 평을 제가 굉장히 많이 들었어요。まず本作インタビューが、韓国で公演をされた時に、たくさんの観客そして関係者の皆さんから非常にいい作品が現れたという評を本当に多くの人から聞きました。앞서성재군이이제싱클레어버전에대한역할을소개해주셨지만굉장히다양한인격체를갖고있는사람으로서이제배우로서다양한인물을한작품에서보여드릴수있을거라는어떤생각에도전을해보고싶다라는생각을하게됐죠。先ほど孫哲君がシンクレアという人物について紹介をしてくれましたけれども、一人の人物の中に本当にさまざまな人格を持っている人物です。俳優としても一つの作品の中でさまざまな人物を演じることができるということ、見せられるということはとても興味深い、ぜひやりたいなと思いました。네그래서이제작품을선택을하게됐는데요이제대본을처음받아보고배우들이거나가면서이걸내가과연할수있을까 ですから、この作品を選んだわけなんですが、いざ台本をもらって読んでみますと、果たしてこれは僕にちゃんとできるだろうかというふうに思いました。で、모든シンクレアを맡은배우들이대본을처음봤을때저랑다같은반응이었다고하더라고요。ただですね、本作においてシンクレア役を演じる俳優の皆さんは最初に台本をもらって読んだ時、みんな僕と同じような反応を示したそうです。그러셨죠？네、듣고も。そうだね。참고로저희가7명의シンクレア고대를만나봤고요8번째シンクレア고대입니다。参考までにですね、僕はこれまでに、7人のシンクレアに会っているわけですが、イジフンさんは8人目のシンクレアになります。대단히、네、앞으로힘드실겁니다。もうかなり大変だと思います。이게이제한국에서의작품처럼기간이한달두달정도연습을하는기간이라면은큰부담은없을것같은데남은시간이거의3주밖에남지않았습니다。한국의공연의場合だったりすると作品の가かかるまでに大体2ヶ月ぐらいの練習期間があるので大丈夫だと思うんですが、今回の場合はもうこれから3週間ぐらいしかありません。근데굉장히혹독한훈련이될것같아요개인적으로는。ですから個人的に考えるに非常に厳しい訓練期間になるかと思います。성재군같은경우에도굉장히시간이많이없었는데도열심히해가지고또해냈으니까또형이입장에서네동생도했으니열심히한번해보도록하겠습니다。孫哲君の場合もですね、非常に厳しい時間があまりない中でも立派にやり遂げましたので、兄さんである先輩である僕としても必ずやしっかり。孫哲君に진짜잘부탁드립니다。孫哲君ぜひよろしくお願いします。よろしくです。아사실뭐저도뭐굉장히작년에처음이작품을도전을하면서정말많이힘들었었거든요。네정말많이힘들었는데처음에이제그이준선배님과같이합류를하셨다는얘기를듣고걱정이많이앞섰습니다。네제작년생각도나고해서네뭐워낙또훌륭하신또배우선배님이시기때문에굉장히잘했을거라고믿어의심치않습니다。네힘드시겠지만
実際にですね、僕自身も去年昨年この昨年初めて担当することになった時に本当に大変な思いをしました。ですから今回イージヌ先輩がこの役に加わられるという話を聞いた時に心配をしました。というのも自分の自身のことを思い出したからです。 ただイージヌさんはとても素晴らしいアリエさんでいらっしゃいますので、実力もお持ちですから必ずやしっかりとやり遂げられると信じてやみません。大変だと思います。はい、受け止めておきとこ声かけどうぞ。はい、よろしいでしょうか。こちらお願いします。ジョバさん、こちらお願いします。 ありがとうございます。こっちもお願いします。ソニーさん、こちらお願いします。はい、よろしいですか。お声だけどうぞ。はい、よろしいでしょうか。ソニーさん、はい。はい、目線欲しいとこ手振りお願いします。ありがとうございます。はい。こちらお願いします。よぎばじゅせよ、よぎよ。 はい、それではセンター方向で手振り目線欲しい人、はい、手振りお願いします。はい、よろしいでしょうか。はい、ここです、ここです。はい、よろしいでしょうか。 はい、よろしいでしょうか。それでは最後にして後ろのムービーの方に手振りをお願いします。もうちょっとそのままお願いします。